年始何してた？何しようかな。年末何してた？年末？まあ、12月後半何してた？クリスマスパーティーしました。え？すいません、私、ちょっと差し置いて、ちょっとリアルに充実してしまいました。申し訳ないそう。ねー。いじけるないいよ、別に。何したの？ー。まあ、普通に仕事あって夜まで。で、20時ぐらいに終わっクリスマスってクて、リスマス当日？当日。すごいね、それ。で、月曜日だよね。月曜日だっ言ってた。いいことだよね、これね。びっくりした。月曜日で仕事終わって、で、アフレコ終わりに、みんなで鍋やろうって言って、友達の家行って、鍋やった。充実してんじゃん。しかも、クリスマスっぽいよ。そう、5人で集まったのね。で、2人は一緒のアフレコで、3人は、なんか、ちょっと早めに終わるみたいな。でも、伊勢丹に、みんな、伊勢丹舞台が出動して、ケーキと、チキンと、全部買って、で、行くこんち、鍋がなくて。鍋買ってきて、で、机でできるように IH の鍋用の。お、いいじゃん。そう。下も当日、私買いに行くわって言って。買って、で、鍋した。あ、楽しそうじゃん。いいクリスマスだ。めっちゃ楽しかったよ。よかったね。さくら先輩は。病院行ってた。どういうことだ？病院行ってた。でも楽しかったでしょ、病院。痛かった。でもほら、なんていうの、こう、痛みの後には、こう、すっきりする何かが残ったでしょ？尾を引いた。メリー苦しみますだった。うわぁ！リアルに。もう、イブに悪くなって、クリスマスに駆け込んで、もう先生もちょっと哀れな顔されたよね。この子、この子。なんか、かわいそうですね。早く良くなるといいですね、みたいな。悲しいね。まあ、忘れられないクリスマスになったよ。そうだよ。いや、こうやってネタで喋れるんだからいいことだよね。確かに。そうだよね。だって何にもなくてさ、家で一人でいたら、まあ私の楽しい話には劣るかもしれないけれども、でもほら、ネタが。